私たち鷹匠の装束は仙台の花見薫先生に敬意を表し、宮内庁宝飾時代に採用されました鷹匠衣装を使用させていただいております。江戸時代の鷹匠との違いは直足袋と振り打ち棒で、明治時代に西洋の文化を取り入れた影響が伝えられています。江戸時代、鷹匠は挨拶の時、殿様の前でも帽子を脱がないことが許されておりました。これは訓練中に鷹を驚かさないための配慮であり、そのことを殿様も理解されていたため、そのような振る舞いが許されておりました。しかし、これが鷹匠が威張っているという誤解を招く原因の一つになったと言われております。また訓練中、鷹匠は鷹を据えて夜中に歩き回ることがあり、鷹を驚かせないように人を避けようとするため、挙動不審に見えることがあるようですが、そのような鷹匠の動きの一つ一つにも理由があるということをご理解いただければ幸いです。本日実演に使用いたします鷹は、ヨーロッパから輸入された大鷹と桃赤のすり、またはハリスフォークと呼ばれる鷹、そして赤尾のすり、またはレッドテールフォークと呼ばれる鷹になります。日本では伝統的な鷹狩りに使用されたものではない種類の猛禽もありますが、現在多くの国の鷹匠に愛されておりますので、ここでご紹介させていただきます。若い鷹と成長した鷹、あるいは異なる種類の猛禽類の動きの違いを見ていただければ幸いです。午前の部では、実演の最後にあちらの電通ビルの方から赤尾のすりをこちら急降下いたします。こちらで鳩を振って呼び戻す、赤尾のすりの急降下を行いますので、ただいまより、大塚鷹匠と門下生が赤尾のすりを据えて、電通のビルへ上がります。その間、こちらの広間の方では、振り替えなどの、実演の技を披露させていただきたいと思います。これから大塚鷹匠と赤尾のすりが電通ビルへ参ります。お願いいたします。それでは振り替えという技をお見せいたします。披露いたしますのは田子森鷹と篠田鷹匠法大鷹です。これは鷹匠と鷹匠が向かい合って立ち、お互いの拳に鷹を呼ぶという訓練でございます。一見すると単純な技に見えますが、非常に大切な訓練の一つとされております。大鷹は末舞と呼ばれる調教の担当者に一番慣れやすく、他人の顔を見分けることができます。この傾向が強くなりますと、人見知りのようになり、他人に据えられるのを嫌がるようになってしまうことがございます。
今少しあちらの止まりやすい立ち木に止まりました。ではこのまま渡りという技で呼び戻してもらいたいと思います。この渡りという技は立ち木に止めた鷹を鷹状の拳に呼ぶという技になります。鷹狩りでは獲物が出た時に鷹を放ちますが、獲物が取れないと鷹は木に止まって鷹状を待つということになります。その時に鷹を拳に呼び戻すため普段から訓練をしておきます。また毎日このような渡りを行うことによって鷹に必要な筋力や飛行能力を高める効果もあります。何かを気にしてあちらに止まってしまいました。本日はお客様がすごい大勢いらしてお越しいただいたので、ちょっと鷹も少し緊張気味かもしれません。あちらの立ち木の方からこちらに呼び戻したいと思います。先ほどあちらの立ち木に止まったんですけども、何せ やはりあの歴史ある鴨場であったので、ちょっと見晴らしの良い方向へちょっと飛んでってしまったようなので、結構この近くにも鴨がおりますので、やはり本能的にも獲物を捕らえたいという傾向もあるので、ちょっと気にしていってしまったのかもしれませんね。